さあやっていきましょう。手持ちの積むすべてやり終えるまで終わるまてんということで、アリスですね。続きました、不思議の国のアリス。画面中央に大きなアリスが出るということです。はい。でこれに関しては本当にもうなんかね、ドン引きするくらいねでっかいアリスが出てくるんですよね。確かにアリスがめちゃくちゃその部屋の中でなんかもう部屋、家を壊すくらいでっかくなるシーンがあるんで、多分それをかたどってるんだと思うんですよね。逆にその今なんか一瞬ちらっとでかいアリス出てきてるじゃないですか。あんなもんじゃない。そうそうそう、これこんな感じなんですよ。で13個分らしいんでね、一気に消すとすごいっすよね。家の中でっかく、いやーでもね、本当にね、なんまあ全然でもねっていう話じゃないんですけど、僕ねもうちょっと身長が大きく生まれたかったですね。身長僕ね、あの173センチなんですけど、ね、やっぱね男として生まれたからには80が欲しかったっていうのがもう切なる願いなんでございますよ本当に。でこうゴリゴリと今ね頑張って筋トレとかをして鍛えたりはしてますけど、それでもやっぱりね、どれだけこう体をムキムキに見せることができたとしてもやっぱり身長、背の高さにはかなわないんですよ。どんだけゴリゴリの人間でもね、やっぱりねガリガリの190センチとねゴリゴリの170センチがいたら、やっぱガリガリの190センチの方が威圧感ありますよね。え、なんか言ったとか言って上からガー見下され、あのね見下ろされたらね、あなんかすいませんでしたってなりますよね。まあ本当にだから友達に180センチのねあの相方さんがいるんですけれども、そんな彼とね一緒に並んでたらね、その彼ねめちゃめちゃヒョロヒョロなんですけど、やっぱりなんかね、まあ多分喧嘩したら勝てるんですけど、多分ねきっとやっぱ負けたって気分になりますよね。やっぱ身長っていうのは本当大事、そんな気がしますね。ということでアリスはですね、真ん中にポンと大きい粒を出す、家の中を、家を壊すくらい大きくなる、そんな粒でございました。ということでまた次回お会いしましょう。ではでは。